人生初バイト終わり。今から家に帰る。お疲れ様、ナオ。仕事はどうだった？変な男とかいなかった？何回かお店に行ったことあるカフェで、厨房に入れたのワクワクしたからすごく楽しかったよ。スタッフの人もみんないい人だった。いい人ってのは女性？それとも男性？どっちもいい人たちだった。そっか、男の人もいるんだね。そりゃいるよ。俺は心配だよ。大丈夫、浮気なんてしないよ。いや、それは分かってる。ナオのこと信じてるし、でも男はそうとは限らないだろ。ナオに彼氏がいるとしても狙ってくる男は山ほどいる。だから心配なんだよ。そこまで心配しなくていいよ。いや、心配だよ。ナオは自己評価低すぎるよ。もっと警戒してほしい。服装だってニットは禁止にしたのにまた買ってたよね。ダメだよ、ナオは巨乳なんだから。あの服はより強調されるんだからね。ごめん、でもあの服はシュンジが買ってくれたやつだよ。俺と二人でいる時だけ着てほしい。じゃないと他の男を誘惑することになる。ごめんなさい。うん、大学生になってバイト始めるのはいいけど、何かを始めるってことはそれだけ危険も増えるんだよ。ナオには俺がいるんだから、もっと俺のことだけ考えてほしい。俺もナオのことしか考えてないから。うん、ありがとう。一週間後。リーナ、彼氏の束縛えぐいよ。どうしたらいいかな。え、まだ続いてんの？もう別れなよ、あんなおっさん。やっぱそうかな。好きなの？うん、好きだよ。でももうちょっと自由にさせてほしい。私がバイト始めてからずっと機嫌悪いの。なんで？職場に男性がいるから。それだけで？うん、もう何もできないじゃん。そうなの。男子は危ないやつしかいないから、服装だってスカートとか禁止だし。そこまでされるの？てか危ないのは瞬時でしょ。なんで？だって二人が付き合ったのって、ナオがまだ高校生だった時でしょ？うん。アプリで出会った。てか、なんでアプリし始めたの？ナオならリアルで出会いあるでしょ？私、高校の時は陰キャラだったの。まあ、今でもそんな感じだけど。そうだったの？うん。当時本当に好きな人がいて、その人に彼女できて激アミして。周りの子がアプリやってたから、それで私もこっそりやってたの。なるほど。それで瞬時に出会ったの？うん。初めは話聞くだけって言ってたけど、私が誰とも付き合ったことないって話したら、急に態度変わってホテルに連れて行かれちゃった。当時は自暴自棄になってたし、私のことを必要としてくれてるってだけで嬉しかったから、OK しちゃったの。でも高校生をラブホはやばくない？バレたらやばいよね。で、そのまま付き合ったの？うん。それでよく1年以上も続くね。まあね、その後好きになったし。それはそうかもしれないけど。てか、俊二は今年何歳だっけ？ 35 歳。結構年上だけど、そこはいいの？あんまり思わないかな。それに私、年上好きだし。そっかそっか。お仕事は何してるんだっけ？機械工場の作業員。じゃあ、束縛気質にもなるね。どういうこと？だって35歳工場勤務の人でしょ？そんな人も奇跡でもない限り、19歳の美人大学生と付き合えないよ。何としてもナオを逃したくない、その思いでいっぱいだと思うよ。それは、あれかもね。よく見捨てないでね、とか言われる。それしんどくない？まあ、こっちも病みやすくなるからね。何にしても、ナオの人生はナオのためにあるんだからね。自分が後悔しないように生きてね。ありがとう。リナのそういうところが好き。数日後。ナオちゃん、お疲れ様。今日洗い物手伝ってくれて本当にありがとうな。龍平さん、お疲れ様です。いえいえ、私まだできること少ないので逆に助かります。もしかして接客苦手？バレましたか？うん、なんとなくね。接客苦手な感じ。俺から店長に相談しとこうか。大丈夫です。その苦手克服のため働いてるところもあるので。そうなんだ、偉いね。そんなそんな。でも珍しいね、ナオちゃんみたいな子が接客苦手なんてね。珍しいですか？だって超可愛いじゃん。見た目いい子って接客もうまいイメージだったから。私がですか？うん。可愛いだなんてそんな。いや、マジで可愛いと思うよ。俺が生きてきて一番可愛い子だわ。やめてください。彼氏はいるよね？はい。だよね、ごめん。もしいなかったら狙おうとか思ってた。
ごめんね、忘れて。はい、すみません。でもお気持ちありがとうございます。翌日、なお、バイトやめようか。え？あんなバイト先よくないよ。やっぱり女の子だけのところ行こう。心配でならない。俊二、どうしたの？私仕事覚えてきたところだから、今のバイト先はやめたくないよ。無理、ありえない。絶対にやめろ。理由を説明して。逆に俺に説明しろよ。言えないことあるだろ。え、何？まさか浮気疑ってるの？私そんなのしてないよ。告白されてたな。え？良平とかいうやつに告白されてたな。待って、なんで知ってるの？今それはどうでもいいだろう。とにかくそんなチャラ男がいるとこ今すぐにやめてほしい。携帯見たの？だったら。最低。いや、何が最低なの？見られて困るやりとりしてる方が問題じゃない？じゃあ聞くけど、困るやりとりしてた？見たらわかると思うけど、私断ってたよね。告白自体は断ってたけど、それまでに仲良くなってただろ。告白されるまで勘違いさせるなおにもある程度問題があると思うけどな。待ってよ、なんでそうなるの？人って普通だろ。洗い物変わってもらって可愛いと言われて照れて、あんな感じ出されたらそりゃ向こうも勘違いするだろ。勘違いなんかさせてない。現に告白されただろ。それはそうだけどな。可愛いとか言われてまんざらでもない感じ出してただろ。それは断ったら空気悪くなるからだよ。悪くなって何が悪いんだよ。職場で浮きたくない。え、何しにバイト行ってんの？金もらいに行ってんだろ。なんで空気とか気にするわけ？やっぱ乗り換えようとしてる？俺のこと捨てようとしてる？言っとくけど俺は話さないからな。別れるつもりなんかないからな。おい、今から家行く。実家には来ないで。じゃあ俺の家来て。はい。10分後、バイト先の人に告白されて、それ断ってたんだけど、瞬時に携帯見慣れてバイト辞めさせられそう。え、何それ？てか携帯の中身見慣れたの？うん。あ、でも安心して、リナとの LINE は見てないっぽい。多分男と LINE してるかだけチェックされた感じだから。それは別にいいんだけど、いよいよやばくない？一方的に好きって言われて、それ断っただけなのに誘惑したとか言われてキレられた。それやばいよ。どうするの？今から話し合い。また連絡する。念のためこの LINE も消しとく。うん、頑張って。3時間後。今終わった。もう最悪。え、どうなったの？何が最悪なの？話し合いって聞いてたし、説得しようと思って言ったの。そしたらいきなり襲ってきて、私が嫌って言ってるのに無理やり。やば。でも途中で大泣きされた。なおを失いたくないって。俺にはもうなおしかいないって。しんど。うん。で、結局どうしたの？バイトは辞めることにした。え？でも、いきなり辞めることはできないから、あと1ヶ月は働く。それまでは瞬時が迎えに来る。もう携帯もチェックしないから、男子との LINE は禁止された。連絡先も全部消された。やば。でもバイト先のグループは、辞めると大変になるからって、それだけは残してくれた。なおはそれでよかったの？もうわかんない。好きなの？好きだよ。でもそれ以上に、今私に捨てられたらこの人消えちゃうんじゃないかなって。そうなったら私も辛いし、立ち直れないと思うから。そっか。ごめんね、たくさん相談して。ううん、全然大丈夫。私はいつでもナオの味方だからね。ありがとう。数日後。なあちゃん、ごめん。LINE はブロックされてたから、こっちの方で最後の連絡するね。俺のせいでバイト辞めることになるなんて、本当に申し訳ない。彼氏さんにも謝っといてほしい。良平さんのせいじゃありません。私と私の彼氏の問題です。今日来てた人が彼氏さん？うん。幸せにね。ありがとうございます。翌日。結局今日辞めることになった。え、バイト？1ヶ月は働くんじゃなかったの？シンジがバイト先の店長に言ったみたい。この職場は出会い系かって。やば。さすがに恥ずかしくなったし、これ以上入れなくなって辞めた。そっか。いろいろ仕事を教えてくれた人にも最後挨拶できずに終わった。やっと研修取れたとこなのに、店長には本当に申し訳ない。大変だね。でも私も浮かれた気持ちがあったし、そこは反省しないとダメなんだよね。え、どういうこと？
バイトに良平さんって人がいたんだけど、その人、私が高校の時に片思いしてた人に、すっごい雰囲気が似てたの。え、そうなの？もちろんダメってわかってるし、そういうお誘いもしてない。だけど、ちょっといいなと思ってた。だから余計に罪悪感もあるんだよね。瞬時に申し訳ない気持ちでいっぱい。そんなこと思う必要ないよ。え？ときめくことなんてたくさんある。でもなおは踏みとどまったじゃん。それだけでもすごく偉いよ。ありがとう。次のバイト早く見つける。うん。頑張れ。また大学で話聞かせて。うん。一週間後。レイちゃんおひさ、プラス1万でゴム出しいける？瞬時？ごめん、なんでもない。レイちゃんって誰？マジで全部ミスった。本当になんでもない。今から話せる？はい。